私はルミネ、台湾の日本留学生です。今回は宿題のためにキールン市に来ました。私のおじいちゃんから教えてもらいましたの。キールンで70年前大切な思い出について絵本の形式で書きたいと思います。涼しい、いい天気だね。3年前、俺は台湾の一番北側、キールンに来た。そこで、俺の初恋、アキネと出会った。うん、海の匂い。キールンの新しい駅が出たら、海がすぐに目の前にありますよ。さすが海の同士。本当に綺麗だな、海。ここできっと素敵なイラストができると思います。頑張ります。お、すごい。これは多分その時期の日本の制服から描いてもらいましたものですね。キールン市、かわいい。この街な、なんかいろいろ描いてある。猫が家上に乗ってる。何ここ？ここなんか、台湾のお寺みたいなところですね。俺は賑やかな吉茂町で彼女と知り合った。その時、秋音のことをすぐに気づいたね。彼女はちくわを食べていた。ここ今はパスタ屋ですけど、私は下呉服屋というところでした。その時のおじいちゃん、多分ここに到着してここから自分の故郷に戻りましたでしょうか。ここのちくわは炭火焼きの特別な味わいがしますよ。俺にとっては初恋の味わいだよね。これはちくわ、さっき私がコンビニ行って買ってきましたの。やはり味わいは普通ですね。これ多分私が欲しかったものではないと思います。キールンは異なった文化を持つ、民族による支配の長い歴史を持つ美しい都市です。ここでいろんな古い建築が見えるし、のんびりお散歩もできますよ。俺は合同庁舎で働いていて、俺の仕事が終わるまで秋音は毎日待っていてくれた。その時よく彼女と一緒に市場でちくわを食べに行った。なんかね、おいしいじゃん。おいしいけど、なんかおじいちゃんが言ってたの、やったの、多分その味わいとちょっと違うと思うな。私日本にいたの時もよく刺身食べるので、ここに来たら台湾の刺身も試してみたいんですね。ここ刺身、刺身、刺身、あと味噌、味噌汁、味噌汁、そうそうそう。この肉結構大きいですね。しかも安い、びっくりした本当に。
もう日本に帰らないといけないから、アキネと別れるしかない。その時は本当に悲しかったな。今もいつかキールンに戻りたいと思っている。人の世のものとは見えぬ桜の花。まさか私もおじいちゃんが写真を撮ったのところを見つかりましたですね。景色を見たらきっと心も晴れるでしょう。ね、行こう。この10年くらいキールンもだいぶ変わりましたが、変わってないものも残っています。例えば相変わらず偉い山と綺麗な海でも、チクラはもしかして本当に消えましたのか。これは何を食べていますか？あ、これはチクラ。おいしいですよ。チクラ。おじいちゃん、その特別な味わいも見つかりましたよ。昔のキールンと比べていろいろが変わりましたが、でも美しいものは永遠に変わることなくですね。